信長は浅井家を滅ぼした。だが苛烈な信長に異を唱える者はまだ残っていた。越後の上杉謙信である。信長は勝家を北陸方面の軍団長に任命し、上杉討伐に当たらせていた。軍神謙信が率いる上杉軍は北陸路を進み、柴田軍を吸収した。大打撃を受けた勝家は信長に援軍を要請する。救援軍の中には最愛の夫長政を失ったばかりのお市の姿があった。軍神相手の惨めな戦、それでも引けぬ。第4話手取川の戦い、ただ突き進むのみぞ。この窮地さすがは軍神、おかげで死んだ。こいつよし、血が取りになって進め。ここを逃れたか。敵の一団が西砦に回っている。戦況が悪いんだ。敵勢が倒されて戻られたくなかったが仕方ない。敵を水門に近づけてはなりません。かわいい謙信のため、西砦では私が死守しましょう。開門進め。柴田殿を救ったはよいが、今度はこっちに進めよう。見捨てるわけにいくまい。Let's go.
からが本番よ。ワークとタワムネ洗ってですね。おいつ様、西取りでお姉様、こらえてくだされ。慣れ合いに興じておるのか。配属条件変更。ぬるき戦よ、火をつけ、油を注ぐ。そんな、味方の陣にまで火を。信長様は何考えてんだ。さっぱりわかんねえ。信長様は試しておられる。我々がこの炎を超えるか、炎を屈するか。敵味方問わず焼き尽くすと。信長、許しまし。義によって悪しき魔王を誅滅せん。開門進め。お市様が危うい。なぜ逃げられぬ。ダメじゃ、信長様の考えにはついていけんわ。戦に勝ったって、先にかけたって死んだら終わり。味方をあえて殺すような人はごめんですわ。お見事。ご無事か。猿は引いたか。貴様いるぞ。ただ前を見据えて突き進むのみよ。開門。戦場の空気を乱す邪魔よ。戦場の前に消え。信長を抗う者すべて倒す。かかれ。では魔は不滅。一再び地獄図。位置は無くでしょう。自分の信じた道を自分で切り開いてやる。今はまだ沈めてきてはない。お見事。鬼柴田の首はここぞ。お見事。おめのないやつばかりではないか。もはやこれまでなのか。おめのないやつばかりではないか。お見事。骨のないやつさばかりではないか。真田幸村、上杉に加勢いたす。鬼柴田の首はここぞ。
横島なりだ。これ破るべし。グレル軍神が相手と戦冥利に尽きる。骨のないやつばかりではないか。臆していけ。大義。大野府が魂、この勝家が見届けたり。